しばらくサボってましたけれども、ちょっと違った弾き語り講座の第3回目です。はい、ストラムパターンの回ですね。前回かなり難易度高かったんじゃないでしょうかね。どうしても難しくできないっていう人もいるんじゃないかなというふうに思います。ただ演奏のレベルが上がってくれば、問題なく弾けるようになるんで、当面はもう少し簡単なパターンで練習してみましょうか。はい、今回も、少しだけ補習講座を解説します。簡単なパターンを少しやってみますので聞いてみてください。タンタタンタタタ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 。ただ簡単なパターンといってもその途中裏拍から入る方が少し難しいかもしれません。タンタタンタタタじゃなくてタンタタンタタタ、下から入るんですよね。タンタタンタタタ。このパターンはですね、そのゆっくりやるほど難しいと思います。普通の曲のリズムに、まあテンポに合わせて、タンタタンタタタ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 っていう風に弾いた方が楽だと思います。ゆっくり練習しようとすると、どうしてもそのタンタタンタタタ上から入っちゃうので、タンタタンタタ。こうスピードがついてるとこう上に戻して弾くっていうのはできなくなるので、無意識にその裏拍が入るとこが下から入るようになると思います。ではここからですね、本講座に入っていきます。イントロ、感想、エンディングを考えていきましょう。ところでですね、皆さんは、この3つのうちどれが一番大事だと思います？ちょっと考えてみてください。はい、一番大事なのはエンディングです。はい、終わり良ければ全て良しですね。なので、曲の完成にあたって一番最初に練習すべきはエンディングなんですね。エンディングさえできればもう曲は完成です。イントロと感想、弾き語りの場合はなくても問題ないんですよね。私もアップしてる弾き語りのビデオの大半は、イントロと感想は省略してます。なぜかなんですけれども、まず弾き語りの場合、ウクレレはコード、まあ、つまり和音ですね、とリズムを担当しますよね、で仮にイントロや感想で、印象的なリードトーンが鳴ってたとしても、それを演奏しようとするとコードとリズムをいっぺんに諦めなきゃいけなくなっちゃうんですよね。要するに曲の動きっていうのが感じられなくなっちゃうんですよ。ただイントロならまだしもですね、ずっとこうリズムが続いてたところで感想でいきなりこうソロ弾き始めても、要は前後のつながりおかしくなっちゃうんですよね。なんでやっぱりそのコードとリズムがある時点でなくなっちゃうと、いわゆる弾き語り、もうウクレレと歌しかないっていう弾き語りでは結構致命的な状態になるんで、コードやリズムがなおざりになっちゃうようなイントロと感想はもう省略しちゃって構いませんと。じゃあ早速エンディングを検討していきましょうか。原曲をもう一度よく聞いてみてください。フェードアウトしてるんですよ。弾き語りでフェードアウトできなくもないんですけども、普通はやりません。はい。ですのでエンディングを考えなきゃいけないですよね。で、エンディングはですね、曲のキーのコードに戻ると終わった感じがします。課題曲の場合は、G です。小さい G から始まってるんですけども、 G で終わると、終わった感じがします。で歌詞の最後はメッセージで G になるんですけども、試しにここで終わってみましょうか。目に映る全てのことはメッセージ。一応その終わった感じはしますけれども、ちょっと寂しいですよね。ですので歌い終わった後に少しコードが動いて、終わりっていう風になった方がもう少し雰囲気が出るかなというふうに思います。じゃあまずですね、いろいろ試しにやってみたいと思うんですけれども、G から D に行って G で終わってみましょうか。メッセージ
これも一つの終わり方なんですけれども、ちょっとこの曲の雰囲気に合わないですよね。じゃあ次に、G から C に行って D に戻るっていう終わり方にしますね。メッセージどうでしょう。D に行くよりも C を挟んだ方がこの曲のイメージには合うかなと思います。いいんですけども、もう少し、雰囲気の出るコードがありました。 Cm です。 G Cm G、 これでやってみましょうか。目に映る全てのことどうでしょう。一番曲の雰囲気に合った終わり方になっていると思います。でもせっかくなんでリズムを少し工夫してみましょうか。最後テンポを遅くして終わってみましょうか。目に映る全てのことはメッセージ。最後の G のコードでもいいんですけれども、一つ高い G で終わってみましょうか。ここが、7フレットをバレエにして10フレットを薬指で押さえる。これ1オクターブ高い G なんですね。目に映る全てのことはねこう G から薬指を離して G6 で終わると、なんとなくそのウクレレのとぼけた感じっていうのが出ますよね。これもありかなと。何パターンかエンディングは試してみましたけれども、皆さんその選んで、完成させてみてください。ですのでこれでひとまずエンディングはこれで完成というふうにしましょうか。でエンディング自体はですね、いろんな弾き語りの演奏を見たり聞いたりして、エンディングは特によく聞くようにしてみてください。いろんな終わり方やパターンがあるんですけども、だいたい終わり方って比較的こう決まったパターンがありますし、演奏してる方のカラーが出るというか、終わり方の引き出しが自分が増えれば増えるほど曲にどんなエンディングを当てはめるのが一番いいのかっていうのが、早くできるようになってきます。じゃあ次にイントロをやってみましょうか。イントロどうしようかと思った時に、この曲はイントロ省略してもいいかな、入れた方がいいかなっていうふうに考えて、イントロを外すっていうことも、その曲を演奏するための自分の、まあ、決断事項っていうか、自分が決めなきゃいけない一つになります。この課題曲の場合は、私自身そのイントロなくてもいいかなと思うんですね。っていうのはそのイントロそのものがあまりその印象的な、イントロになってないんですよ。ちょっとやってみますね。っていう感じですね。これあのイントロなしでいくと、小さい頃はどうでしょう。この曲自体あまりイントロを強く覚えてらっしゃる方っていないと思うんですね。やっぱりこの小さい頃はで入ってくる最初のメロディーと歌詞がすごく印象的ですから、それを活かすためにイントロなしでも OK かなっていうふうに思います。まあ、ただそのこれ弾き語りの練習のビデオなので、じゃあイントロ作る練習ってのやってみましょう。Am7。この Am7 よりも、僕は Am の方がちょっと響きが、イントロ向きかなと思ったので、Am で弾いてみます。イントロはじゃあ GAmG Am で歌詞に入っていく。
これで完成っていう形にしましょう。で、最後に、感想です。感想はですね、印象的なフレーズがなってますでしょうかね。どうでしょう、口ずさめますかね。感想のですね、耳に残るフレーズをちょっと耳コピしてみましたんで、聞いてみてください。なんですけども、ちょっと試しにやってみますね。目に映るすべてのことはメッセージ。小さい頃はどうでしょうか。感想の間だけ曲が止まって、何が起こったんだっていう感じがしませんか。ですので、曲中、無理にコードとリズムを止めてまで印象的なフレーズを刻むっていうのは、正直弾き語りだと難しいんですよ。ですので、いくらその曲中の感想でかっこいいソロが鳴ってたとしても、一人の弾き語りの場合は、無理にそこをコピーする必要ないです。はい。ですね、ここはイントロと同じなんですね。なので目に映る全てのことはメッセージ、小さい頃は。どうでしょう、シングルトーンのソロ弾きを入れたパターンと、まあ、コードで感想を作った場合と、どっちが、なんでしょう、ちゃんとした曲に聞こえましたかね。いきなりこう飛ぶのもですね、演奏的にも難しいですしね。結局ここは、感想は、イントロを繰り返すっていうパターンにするのがベターかな、というふうに思います。ただ、まあ、感想もですね、イントロの繰り返しだけだとちょっと味気ないかなっていう気もしますね。コードの繰り返しは変えないまでも、コードに少し、メロディーの要素を加えてみるとどうかなと思いまして、私の方で少しアレンジしました。普通の、イントロ、まあ、要するに、何もしないコードの連続ですと G、Am、G、Am なんですけれども、G の後に小指でですね、1弦と2弦の5フレットを押さえてみると、その後 Am では中指で1弦の2フレットを押さえて離す。これでメロディーの要素が加わります。ちょっとやってみますね。元々の曲のというメロディーとはちょっと違うんですけれども、感想で、まあ、ソロが鳴ってるようなイメージができたかなというふうに思います。もう一回やってみますね。私手癖で親指で押さえてますけど、皆さん普通にやるんであれば人差し指で Am 押さえて中指で1弦の2フレットを押さえていただければ結構です。はい、ですのでちょっとしたコードの進行の中で、曲のメロディーとして使えそうな音をこういろいろ探してみてですね、弾いてみると、そうすると、まあ、感想っぽい弾き方ができるかな。結局そういうのをその伸ばしていくっていうか突き詰めていくと、いわゆるソロ弾きになってくるって感じですかね。ソロ弾きはもともとコードが鳴ってるところに、まあこんな感じで弾いていけばソロっぽくなるっていう感じなので、感想をいろいろ工夫してみる、あるいはイントロコード弾きだけじゃなくて少しこう
か弾いてみるとか、そういうのやってみるとっぽい感じが出てくるかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと違った弾き語り講座の、まあ、最終回ですね、第3回目ということで、イントロと感想、エンディング、その中ではエンディングが一番大事ですよ、感想とイントロは場合によっては省略してもいいですよっていう話をさせてもらいました。もうちょっと分かりにくいんだけど、こういうふうなとこもう少し説明してって話があればコメント欄にリクエストいただければ答えもできますし、またビデオの作成について検討してみたいと思います。以上、第3回目がですね、間が空いちゃって申し訳なかったんですけれども、これで私の方でお伝えしたかった弾き語り講座の内容は以上になります。はい、ご参考になれば幸いです。では皆さん、良きウクレライフをお過ごしください。ありがとうございました。